8月17日水曜日、アズーリモーニングスタート。俳優の波音子と波江美智子と、はい、アズーリプロダクション業務部と提携させていただいております花本美波です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、そしてですね、はい、まずはこちらのお知らせでございます。はい、はい、令和6年能登半島地震緊急支援の募金のお知らせでございます。はい、この度の地震により被災された皆様にまずは心よりお見舞い申し上げます。はい、2024年1月1日石川県能登地方を震源とする地震が発生し、甚大な被害をもたらしています。そこでですね、私たちアズーリモーニングとして、アズーリ鳥小屋アズーリとしてですね、被災地支援のための活動に寄付のご協力をお願いしております。はい、鳥小屋アズーリ FM が責任を持って被災地域にお渡しいたします。募金結果は後日番組でお知らせさせていただきます。能登半島地震募金のお振り込み先のお知らせをさせていただきます。ゆうちょ銀行でございます。店名が018、店番も018となっております。普通口座9629349 9629349、そしてゆうちょ同士でお振り込みをされる場合はこちらでございます。10180-9629341 10180-9629341でございます。はい、ということでこの度は本当に被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。はい、そしてですね、今日阪神淡路大震災、はい、29年が今日で経ちました。はい、花ちゃんは生まれてないよ ね、 そうですね、知らないでしょう、リアルで、ね、スタッフさんもきっとリアルでは知らないですよね。はい、本当に当時はまだそんなに地震、今なんかもうね 3.11 もあって地震が当たり前っていうイメージだったと思うんですけれども、夜中に突然起きて朝のニュースを見て本当に愕然としました。こうやって、まあ、我々は本当に地震大国に暮らしているので、いつ誰がどうなってもわからないという状況の中で皆さん暮らしていると思います。改めて震災に対する防災意識も持ちながら、皆さんで協力しながらね、共に生きていけたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、そして、はい、明るく朝なので、はい、番組を進めてまいりましょうか。はい、今日お天気ですしね。はい、はい、じゃあ花ちゃん、はい、はい、分かりました。番組のご説明お願いします。はい、この鳥小屋アズーリ FM ですね、はい、2020年10月10日に突如台東区にできた放送局でございまして、はい、日本一尖った放送局として、うん、社労士先生の冠番組でしたり、 AV 女優の野球番組でしたり、映画番組など多種多様な番組がたくさんありますので、はい、誰でも一つはお気に入りの番組や推しメンがいるかと思います。はい、はい、ということでですね、はい、推しの方に向けてもいいですし、はい、またね、我々のこの番組中にいただけても嬉しいなと思います。はい、はい、こちらでございます。はい、皆様に、はい、番組のコメントをいただけたら嬉しいです。はい、お願いします。はい、番組のコメントは番組公式の X、はい、@azpanfm@azpanfm にお願いいたします。はい、そしてですね、うん、ファックスの対応もございます。はい、はい、改めまして、03-5829-4815 03-5829-4815となっております。はい、意外とファックス需要もあるとのことで、うん、スタッフさんから、うん、はい、ファックスってどうですかって言ったら、ちょっとX やってない方とか、お年を召した方とかに人気があるんです、はい、ということだったので、はい、もう我々ね、コメントいただけたらもう本当に励みになりますので、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、そしてですね、はい、今このように生配信で番組ご覧いただいてるんですけれども、うん、はい、もし聞かれた場合など、うん、はい、このようにご説明していただけたらと思います。はい、まず我々の番組はローカル番組となっております。はい、そこで検索エンジンがございますので、はい、例えばヤフーとか、うん、Google とかそういった検索エンジンのところから鳥越アズーリ FM と入れていただくと、はい、ホームページにたどり着きます。うん、そうしますとこのような画面が出てまいります。はい、下の方にスクロールしていただきましょう。はい、ここをねクリックすると番組見られるんですけれども、クリックしてしまうとこうやって今の状況が映し出されて鏡の鏡の鏡のみたいな鏡の中みたいになっちゃうので、はい、はい、ちょっとここは割愛します。はい、下に行きます。はい、
いたします。はい、アズーリプロレス祭りのお知らせもございまして、その下に進んでいきましょう、はい、カーンだってすごい早い反射神経慣れてらっしゃる。はい、このようにタイムテーブルが出てきます、はい、ここで自分たちのお気に入りの番組、推しの番組見たいアーカイブですね、はい、カテゴリーになってますので、水曜日のここのアズーリモーニング FM のところを押していただいて、クリック、クリック、はい、そうすると、はい、このように番組ごとにこうね、うん、そうですね、分かれていますので、はい、ここの YouTube というところを押してください、はい、クリックですね。そうするとこのように一覧がずらーっと出てきます、うん、前回の私たちの放送が12月20日でした、はい、そうですね、12月20日の水曜日、はい、このようにさすがのぼっていただきますとありましたね、12月20日ここを押していただくと、はい、アーカイブが見られるようにる、はい、なっておりますと、はいはい、よくできました。みんなで協力して懐かしい、懐かしいですね、今となってはクリスマスですよ。はなちゃんに無理やりかぶせて愉快ですね、私はしれっと、はい、これ面白くないって触れられなかったらどうしようこれってずっと言ってました。そう2人でちょっとプチ遊んでました、遊んでました、はい、番組を利用して盛り上げてるんですよ、一応こうやって、ね、はい、ということで、はい、自虐ネタじゃないけどしてましたけれども、はい、ご覧いただけるので、ぜひ、ま、もしね見逃した方は、はい、ぜひ花ちゃんのこのトナカイさんをご覧いただけたらと思います、ね、はい、ぜひお願いいたします。こういった形で、はい、ありがとうございます。推しの番組必ず見つかると思いますので、はい、あ、そういえばこの時間ってどういうのやってるんだろうみたいなのをこう見ていただいたりしても嬉しいので、うん、ぜひよろしくお願いします。そしてでですね、はい、バンバンバンパフパフ、もう一つ年末アメ横行かれた方も多かったと思うんですけれども、はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。アメ、うん、はい、横といえば、はい、大きなビジョンありますよね、今出ましたね、はい、こちらでですね、うん、アズーリ FM のこの番組の広告をですね、はい、1年ほどやっているんですね、うん、皆さんご存知でしたか。はい、じゃじゃん、うん、出ましたね、高橋代表、有名なところもね、はい、一番ね本当メインのところですからね、そうですね、うん、はい、ここでもし通った時にこの番組の宣伝やっていたら、はい、うん、あなたはラッキーですというのも、よかったら、はい、スクショしていただいて、うん、タグ付けしていただいて、アズリ FM とかこう入れていただくなり、うん、ハッシュタグでも結構ですので、はい、ぜひぜひ広げていただけたら嬉しいです、はい、それできっと、はい、もしかしたらスタッフさんが見つけてくださって、ね、いいねとか押してくださったり、ね、リツイートしてくださる可能性も、はい、なきにしもあらずです、はい、一応ねスタッフさんのお仕事増やさないように、はい、希望だけ、はい、希望だけ、はい、ということでよろしくお願いします。はい、お願いいたします。他にもあるんだよね、代々木にもあるんでしょ。はい、ございまして、花、うん、ちゃん見に行ったって言ったもんね。そうなんですよ、見に行きまして、すごい駅出てすぐのところにあるので、すごい見つけやすいと思うので、うんうん、油そばを目印にね、はい、この上だっていうので、からね、そうなんですよなのでこちらもぜひ写真撮って、はい、で拡散していただけたら嬉しいです、はいはい、よろしくお願いします、お願いします。そしてですね、はい、こうやって広告、はい、街にも出しているアズーリ、うん、いやー皆さんご興味ありませんかということで、アズーリの目的は、はい、本当に地元密着型、うん、台東区で皆さんと発信していきたいと思っています、はい、そこでアズーリモーニングゲスト募集のお知らせでございます。はい、はい、台東区に企業、はいですとか、あとはお店持ってられてる方、うん、お教室をされている方、はい、もういろんな方いらっしゃると思います、はい、ぜひぜひ一緒に、うん、番組を盛り上げていただきたいと思っております、はい、もちろん番組のその公式のインスタグラム、うん、ツイッターからも申し込み可能です、はい、DM の方にご連絡いただけたらと思いますし、はい、あとはですね、QR コードがございまして、はい、そちらそうですね、でも、はい、受け付けてると思います。後ほどまた QR も出てくるので、そちらご紹介させていただきます、はい、電話番号出ますか。はい、はい、こちらでございます、はい、070-5563-9773 070-5563-9773 となっております。ぜひよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。朝ね、はい、アズーリだとあれですよね、アズーリモーニング、うん、1時間前に放送1時間前に来ていただいて、はい、打ち合わせをしていただいて、うん、準備していただいて出ていただくと
いう形でよろしいでしょうか、うん、はい、はい、なのでお待ちしております、はい、お待ちしております。朝早くね気持ちいいよね、うん、鳥越神社のそばを通りながら、うん、地の利もいいので皆さんねあの地元の方なのでぜひご存知かと思いますけれども、うん、ご参加お待ちしております。はい、お待ちしております。はい、そしてもう一つ、はい、地元の方々にお願いでございます。はい、あのポスター募集のお願いをしております。はい、こちらですね、うん、こうやってお店店頭で飾っていただける方、うん、大募集しております。はい、お店の方にこうやって一緒に盛り上げていただけると嬉しいです。はい、ポスターもですね、はい、このようにいろんなところで貼っていただいております。はい、貼っていただいてると、うん、なんか私たちもすごく親近感が湧いて。そうですね、ありますね。はい、実はチェーン店コンビニさん、うん、フランチャイズさんでも貼っていただいてたりっていうのがあるんですよね。うん、なので個人店には限らず、うん、ちょっと企業さんのこう1階のフリースペースだったり、はい、もちろん企業さんとかでお客様がお見えになっていろんな方に知っていただくっていうのもいいと思います。うん、はい、はい、ぜひぜひご協力いただけたらと思います。はい、実は、はい、ありがとうございます。このポスター今背中にもございますけれども、うん、はい、可愛いサイズのポスターもございまして、ね、うん、こちらは巡回バス巡りにも掲示していただいております。はい、この間スタッフさんが久しぶりにおったらめぐりんに貼ってありましたって今朝ね報告を受けたんですけれども、ね、はい見ると嬉しいですよ ね、 ねあってなのでまずゲストに来ていただいて、はい、一緒に盛り上げていただいて、うん、そしてポスターも貼っていただけたら完璧かなと思いますので、そうですね、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。こちらもですね電話番号をご紹介させていただきます。はい、ゲストで出てみたい方と同じ番号になっております。0705563-9773、0705563-9773、ポスター掲示してくださる方はこちらまでお電話お願いいたします。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、そして、はい、次は、はい、あとはあれですね、はい、もう一つ大事なことがございます。はい、この番組はやはり、はい、スタッフさんで盛り上がってますの で、はい、はい、このように今ね音響を入れ、うん、いろいろ入れていただいたり、はい、朝打ち合わせしていただいたりいろんなことをしていただいているスタッフさんがいますだけで、はい、私たちを支えてくださってるスタッフさん、本当にここは環境が良くて働きやすいかなと思うんですけれども、はい、どんな場所かなってこう、うん、私たちの説明だけではちょっと計り知れないと思うのでまずは動画をご覧いただきましょう。はい、はい、ではどうぞ。年末に鳥小屋ズーリの特番があったんですよ。はい、うん、でね、メインの方々がこう、うん、というか高橋代表とか出てらっしゃって、はい、うん、もう飲み会状態だったらしくてそれでね、そうなんか結構いい感じ
感じに酔ってらっしゃって、はい、でなんかこうスタッフのさこさんって今日もお世話になってる方がいるんですけど、うん、はい、番組中にさこちゃん来ないかな、さこちゃん来ないかなってもう番組でねお名前出してるからいいよね、さこちゃん来ないかなって言われたらしくて、私実家で見てたんですよって、でも私も飲んでましたって言ってなんて楽しそうな現場なんだろうと思って、ね、そんなお話をまた今朝ね、うん、嬉しそうにさこちゃんが語ってくれたんですけど、もう本当にあのスタッフさん同士も仲良くて、なんかそうそうそう、でも向上心があって、うん、放送局に本当に熱い心で、うん、あのいつもね対応していただいて、うん、いろいろ番組を作ってくださってます、はい、でいろんな企画とかもなんか考えてたりとかされてるので、うん、きっとゲストでこういらしていただいたら皆さんも分かると思いますし、はい、あのぜひぜひスタッフ募集もしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます、はい、でお申し込みなんですけれども、はい、あとはお問い合わせですね、はい、公式のツイッターあ、ごめんなさい、ツイッターじゃないですね、今 X と、そう、X と、あとはインスタグラムもございます、はい、トリゴリ、トリゴリ、トリゴエアズーリFM で検索していただけたら出てきますので、はい、はい、そちらから DM をいただければと思います、はい、よろしくお願いします。はい、ということでございまして、はい、では本日のお天気に行ってまいりましょう、はい、お願いいたします。はい、はい、まず本日17日水曜日ですね、はい、晴れです、はい、最高気温が11度となっております、はいはい、はい、続きまして明日ですね18日木曜日、はい、曇り時々晴れとなっております、はい、最低気温が3度、最高気温が12度となっております、はい、続きまして週間の天気予報に行きたいと思います。お願いいたします、はい、ありがとうございます。19日金曜日曇り時々晴れ、最低気温4度、最高気温12度です、はい、続きまして20日土曜日、曇り一時雨、最低気温が4度、最高気温が8度、そして21日日曜日、曇り時々雨、最低気温が2度ですね、最高気温が8度、そして22日月曜日、晴れ時々曇り、最低気温が5度、最高気温が13度となっております、はい、そして23日火曜日、晴れ時々曇り、最低気温が3度、最高気温が10度となっております、はい、比較的寒いので、もう、あったかいものを羽織って羽織って羽織って、そうだね、寒暖差があるの で、はい、そうですね、お気を付けください。風邪などお召しになりませんように、はい、そして渋滞情報いきましょうか。お願いいたします、はい、お願いいたします。はい、ありがとうございます。では一般道路の交通情報でございます。シノバス通り都道437号線都道452号線ですね、台東区池の橋2丁目付近から500メートル約2分ほどのこちら混雑となっております。池の旗ですね、池の旗ですね、はい、ありがとうございます。続きまして春日通り都道453号線台東区元浅草1丁目付近からですね、758メートル約2分ほどの混雑となっております、はい、続きまして琴戸通り都道319号線台東区上野桜木1丁目付近から361メートル約1分ほどの混雑となっております、はいはい、失礼しました。続きまして都道452号線ですね、ありがとうございます、はい、台東区谷中5丁目付近から、はい、こちら約48メートルの約2分の渋滞となっております、はい、続きまして、台東区谷中7丁目付近から約944メートル3分ほどの混雑、そして文京区、千駄木3丁目付近から260メートルの混雑、はい、約1分となっております、はい、はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。続きまして国道 4号線昭和通りですね、台東区こちら流線ですね、うん、はい、流線2丁目付近から253メートル約1分ほどの混雑、そして台東区東上野2丁目付近から395メートル約2分ほどの混雑、はい、はい、続きまして清洲橋通り台東区東上野2丁目付近から895メートル約3分ほどの混雑となっております、はい、こちらも、情報を見ながら引き続き運転の方をお気を付けくださいませ、はい、続いて鉄道情報の方に参りたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。本日は遅延が多いですね。はい、遅延が発生しておるところがあります、はい、京浜東北線、根岸線、そして中央総武線、京葉線、武蔵野線、東京スカイツリーライン、東武東上線、 東急東横線、都営浅草線、東京メトロ有楽町線、そして、ありがとうございます、福都新線、東京メトロ福都新線、そして小波鉄道、そして湘南モノレール線ですね、そして港未来線、つくばエクスプレス線ですねが遅延など発生している状況であります。比較的今日ちょっと多めなので、引き続き情報を見ながら行動をお願いいたします、はい、
はい、よろしくお願いいたしま す, します。ありがとうございます。では続きましてですね、台東区ニュースの方に行きたいと思います。台東区より正式お許可にいただきまして、アズーリモーニングで台東区情報は発信することとなりました。はい、はい、新着情報を中心にですね、気になるトピックをご紹介していきたいと思います。はい、では本日、はい、ご紹介するものがですね、はい、はい、でますありがとうございます。はい、台東区、台東区ですね、こちらの浅草西地区商店街協議会の、はいはい、東京三大タワー祭りというイベントでございまして、はい、こちら両運閣をテーマにクイズを行い、はい、商店街で使用できるなんか商品券などをプレゼントする企画ということでございまして、昨日ちょうどこちらの、はい、新会長さんから連絡来て、はい、どんなのだろうってちょうど思ってたの。そうなんですね。そうそうそう、教えて教えて、はい、みーちゃん。で、こちらが、はい、そのクイズだけじゃなくって、うん、歌やダンスのショーもあるといったことなので、はい、ぜひ楽しみにしていただけたらと思うんですけども、はい、こちら入場料がですね、先着順、無料で先着順となっているそうなので、ちょっと楽しみなイベントな気がするので、ね、まあ、でもお早めにですね、はい、そうですね、お早めにお願いいたします。はい、でこの両運閣っていうものなんですけど、うん、明治23年から大正12年まで東京浅草にあったものでございまして、で12階建ての塔ということで、すごい素敵だね今。そうですよね、なかなか今の建築では見られないようなね、うん、建築されていますけども、浅草両運閣という名でも知られていたそうでございまして、うんうん、こちらのそのタワー祭りということで、会場がですね、東洋館、浅草の、ドン・キホーテとか近くにあるところの、はい、で行われるみたいで、その商品券とかも使える対象が前提っていうわけではないみたいなので、はい、こちらの、はい、ご状況をちょっと確認しながら、ぜひぜひ楽しみに、が載ってるからね、はい、見ていただけたらと思います。無料で参加できて商品券いただけるって、こんなお得なイベントがあっていいんですか。さすが。こちらの日にちが1月の27日でございまして、はい、こちら午後の6時20分オープンですね、うんうん、で、6時半からの開催となるみたいなので、はいはい、ちょっとね、こういうイベントって昼間に行われるようなイメージなんですけど、時間の方ちょっと気にしていただいて、楽しんでいただけたらと思います。はい、はい、ということで以上、台東区ニュースでございました。はい、はい、行きたい、行けたら行きたいと思っているんですけれども。楽しそうなイベントですもん ね、 ね、 すごい、うん、いや、皆さんもぜひ、はい、ご参加ください。お願いいたします。ということで、ここから局のお知らせに移りたいと思います。はい、お願いいたします。皆様、はい、大変お待たせいたしました。はい、昨年から皆さんお待ちではないでしょうか。はい、なんじゃそりゃって感じだけど、特撮って皆さんお好きですか。はい、あ、好きって聞こえてきました。聞こえてきた、よかった。超人バロム1、はい、皆様ご存知でしょうか。うん、もう特撮ヒーローと言ったら超人バロム1、はい、超人バロム1と言ったら主演俳優の高野博之さん、はい、冠番組のスポンサー様をまだ集めております。はい、皆様お分かりですよね、大人の方々、はい、冠番組をこう放送するには協賛店様が必要でございます。はい、募集しているということはまだ集まっておりません。はい、まだまだ引き続き募集をしております。はい、ということでですね、ぜひ皆さん冠番組を、僕たちも一緒に作っているんだよという協賛様を募集しております。はい、一口約毎月税抜きで1万円で、協賛店様の特典は金額によって変動しますのでご相談くださいませ。はいはい、そしてですね、当時の特撮仲間として有名な半世紀半悪のギターの方ですとか、はい、あとは宇宙から来た兄弟、はい、がもしかしてゲストに出るのではないかと、もっぱらの噂でございます。はい、もう皆様次第かなというところですよね。うん、あとは特撮といえばヒーローはもちろんですけど、はい、ヒロインもいますし、いろいろなこういう交友関係でゲストって決まっていくものなので、うん、ぜひぜひ協賛店の皆様よろしくお願いいたします。はい、先ほどからお伝えしているその X の、はい、DM ですとか、うん、あとはインスタグラムの DM、 そして今ちょっとこちらに小さく出てますけれども、はい、QR コード
ございますね、うん、はい、こちら LINE の登録となっております。こちらからお問い合わせいただくのも可能でございます、はい、どちらもちょっと苦手だわという方、うん、お電話番号を紹介させていただきます、はい、070-5563-9773 070-5563-9773 となっております、はい、皆様のお問い合わせ、そしてあのお申し出、はい、お待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで次に参りましょう、はい、じゃじゃーん、アズーリのといえばおプロレスピンポーンということでDVD があの販売となっております、はい、こちらベースから販売となっておりますので、はいはい、実は先ほどあの、うん、一番冒頭に、はい、アズーリのこのホームページご覧いただいたと思うんですけども、はい、同じ画面があったと思うんです、はい、もう再生録画のすぐ下ですね、そちらからもクリックしていただくとこのベースに飛ぶようになってますので、はい、アクセスは一番ここが簡単じゃないかなと思います、うん、はい、昨年よりこの公式 DVD が販売されまして、はい、こちらあのベースで販売しております、はい、税込みで3500円となっております。またですね、数量限定でグッズも販売してますので、はい、こちらからお買い求めていただけたらと思います、はい、そしてここで買うで、 でもどんなのだろうって、はい、お試しでご覧いただきたい方いらっしゃいますよね、はい、テレビショッピングみたいになってるけどなので、はい、あの動画を全試合をねちょっとグググッと1分ぐらいにまとめた動画がございますので、うん、ご覧いただきたいと思います、はい、ますそれではどうぞ。アズーリプロレスアズーリスタート。朝から目が覚めました目覚めてるけどということで、はい、実はもう今年も決定しております。お、いつですか。知りたいでしょう。はい、知りたいです。あ、出てきたあの各局今年で4周年になりますので、はい、記念大会が決定いたしました、うん、2024年10月27日、はい、日曜日新宿フェイスにて開催が決定いたしました、はい、前回は夕方だったんですけれども、はい、今回は11時30分、うん、もうお昼間のゴングでございま す、ね、うん、皆さんご存知でしたか。こちらですね、はい、お酒を飲みながら鑑賞できるんです、まあ、だからスタッフさんのご提案で、まあ、お昼からあのお酒飲みながら見られるんです、だからそれって絶対楽しいと思いますって。絶対楽しい、はい、おっしゃってましたさかちゃんはい、そうかと思って年末、うん、あ、じゃないよな、まだ10月だよな、あ、まあ、秋のお酒もいいよ ね、プロレス見ながらっていう、そう、芸術の秋なんて、うん、と思って。なので皆さんもしあのプロレスファンの方は、はい、10月27日手帳に刻んでいただいて、はい、あの詳細は X ですとか、うん、あのインスタも出るのかな、あの X でメインでお知らせする予定ですので、うん、ぜひご覧ください。はい、はい、お待ちしております。はい、はい、では続きまして、はい、特番のお知らせに行きたいと思います。お願いします。はい、1月21日日曜日のですね、はい、15時からですね、はい、澤田明子さんの特別番組をお送りいたします。はい、MC は鳥越アズーリ、オワリアズーリの代表の高橋代表でございます。はい。はい、歌手、女優、歌手などマルチに活躍される澤田さんの50分の特集をお送りいたします。ぜひご覧くださいませ。はい、楽しみですね。女優さんの素顔ってなかなか見られないので、はい、そうですね、ぜひご覧ください。はい、では最後にですね、はい、1月24日水曜日16時からですね、はい、グルーデコ講師ミサの、ビタローザきらめきチャンネル
ですね、うん、こちらは、新春スペシャル生放送と題しまして、はい、ゲストに女優の奈良藤子さんでしたり、はい、あと、はい、ソウルミュージックの大御所の遠藤シャーク一世さんのご出演も決定しているとのことで、はい、そしてさらにですね、ミセスグローバルアース埼玉ファイナリストの宮本いりかさん、うんうん、そしてミセスオブザイヤー日本大会ファイナリストの永山てるみさんもご出演されるということでございまして、こちら豪華ゲストが一堂に会すスペシャルな放送となっておりますので、うん、ぜひお見逃しなく、はい、チェックをお願いいたします、はいはい、奈良さんすごく素敵な方なので、はい、色気というかとにかく美しくて、ね、うん、もう本当にね、女優さんっていう感じの、もう私の20代からの憧れの人で、うん、というか、うん、日本舞踊を、はい、稽古してうちの師匠のところに同門でいらしてたので、はい、もう本当にすごい素敵な方なので、うん、ぜひぜひ皆さんもご覧ください。はい、お願いいたします。お願いいたします。ということでですね、はい、2024年も鳥越流風もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、はい、そして私たちは協賛店さんで成り立っております。ここで協賛店さんのご紹介をさせていただきたいと思います。はい、まずですね、はい、カフェオアバー木こり蔵前さんのご紹介でございます、はい、こちらインスタとなっております。皆様はもう気になったらぜひインスタ、うん、フォローしてください、はい、お店の情報もこちらから、うん、はい、発信していただいていると思いますのでチェックしてみてください、はい、昼間はカフェとして、うん、そして夜はバーとして営業されております、はい、そしてランチもございますので、うん、ぜひぜひ行かれてみてはいかがでしょうか、はい、美味しそう今2人が食いついたブレンドって書いてあると思って、ね、美味しそう、はい、なんか美に近づけそうな、ね、そうですね、すごい体に良さそう、うん、はい、はい、このような素敵なインスタとなっておりますので、はい、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします、はい、そしてガラッと変わりまして、はい、いつもの安定のベニヤさんでございます、はい、ありがとうございます。はい、ちょっと一杯いかがですか、赤ちょうちんでということで、はい、本当新御徒町駅から徒歩6分となっております、うん、場所は Google などで検索していただけたらと思います、はい、居酒屋ベニヤとか、うん、ベニヤ新御徒町と検索していただけたら出ると思いますので、はい、よろしくお願いいたしま す、ね、念のため電話番号と住所申し上げます、はい、0368060721 0368060721、 そして、住所検索する場合はですね、はい、台東区台東 2-19-9 台東区台東 2-19-9 でございます、はい、もう安定だよ ね、 そうですね、もういつオールシーズンもう楽しめる赤ちょうちん、ね、ぜひぜひいかがでしょうか、はい、はい、ということで次に参りたいと思います、はい、次はブレスさんでございます。ガラッと変わって電気工事の会社ですね、はい、こちらは BS アンテナとか、はい、あとは LED 照明の新規の、はい、設置ですとか、はい、あとは交換も行っている会社でございます。はい、はい、と漏電とか停電とか、はい、うん、急に来た時って困るじゃない。そうですね、でこうやって最近地震も多いし、うん、すごくいつ何があるかって本当にわからないので備えて大事かなと思います、うん、でなんか電気工事の見積もりも無料でしていただけるということでしたので、うん、はい、ぜひぜひお電話番号控えていただけたらと思います。はい、はい、こちらですね、はい、ファックスもございます、うん、今ちょっと画面が切り替わりましたけれども、はい、はい、本当にこういう会社って大事ですよね、うん、私たちのここのスタジオも、うん、鳥小屋ずり FM のスタジオも、うん、このブレスさんにお願いしております、はい、ファックス番号から参ります、はい、0358294979 0358294979、 そしてお電話番号0358294978、一番違いです、0358294978、はい、お間違いないのようにお願いいたします。はい、お願いいたします。はい、ということで、はい、私たちの PR タイムに移りたいと思います、うん、はい、花ちゃんからどうぞ。はい失礼しました、ということで、はい、2024年はい辰年はいということでございまして、はい、はい、私はですね今年すごい個人的にですね、うん、ま、運気がいい年って言われてるじゃないですか。言われてるね、すごい、はい、はい、なので運気をアップできるように日頃の行いからまずよくしていきたいなと思うんですけども、はい、はい、ちょっと CM ですね、はい、作成の方を、はい、はい、ご紹介を、失礼しました、はい、CM 作成お願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、
まずですね、あの CM 動画を作って、はい、それを編集してあの番組内で流してみませんかというお知らせでございます。はい、鳥小屋ずり FM の番組内で流れる CM です。うん、はい、制作費は2万円となっております。はい、こちら1回の制作で2万円なので、うん、継続していただいたらそのままこの2万円で、はい、あのそれ以上はかかりません。うん、PR 費用は月に5000円となっております。はい、CM 撮影のお問い合わせ先なんですけれども、はい、info@azuri.com info@azuri.com でお願いいたします。はい、毎週水曜日と金曜日、そして第1、火曜日と第3火曜日に流れる、はい、あの CM でございます。はい、アズモニーの中で放送されるんですけれども、これがまたあのアーカイブで残りますので、うん、あこういうのなあるんですよって、こういう番組でも、うん、あの CM 出してるんですよっていうのもあのすごく宣伝効果が高いと思います。うん、で、例えば新聞広告に出すって言ってももっとお金かかりますし、うんうん、1日だけですからね、新聞広告ってやっぱり、うんうん、あとはホットペッパーとかもやっぱりその場で、はい、終わりですし、うん、意外となんて言うんだろう、3万円以上なんかこう冊子の方だと、うん、なかなかこう持ち歩かないだろうし、うん、ネットとかもあるんですけれども、うん、動画ではないので、うん、やっぱり動画で見せられるっていう費用対効果ってすごく高いので、うん、ぜひぜひご検討ください。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで話の続きに参りましょう。はい、ありがとうございます。はい、で私のですね、はい、まあ、続きなんですけども、はい、辰、はい、年ということなので、はい、あの日頃の行いからよくしていこうと思っておりまして、はい、新たにあのやってみたいことがですね、はい、あるんですけど、はい、今年はちょっと料理にですね挑戦していこうかなと思いまして、はいはい、でなんとあの元旦から私ちゃんと料理をしたんですね。うん、っていうのが、うん、あの写真があるんですけども、うん、一番上のですね、あおおそう、花ちゃん花嫁修行、はい、違う実はみたいなそう、え、どんなの作ったの？かまぼこ、うん、あるじゃないですか、紅白かまぼこあるじゃないですか、はい、あれをあのちょっとうさぎの形に切って、料理って、ああ分かった分かった、切ってね、細工するやつだ、はい、細工です、やったことある。はい、それをなんていうの、あの切って、うん、こう折り込んでとかして、うんうんうん、あのうさぎの形にしたりとか、あとちくわ、はい、あるじゃないですか、ちくわと、うん、ブロッコリーとさやいんげん、うん、で門松を作ったりしまして、はい、でちょっとあの料理の、うんうん、そうです、楽しさがこう出てきたので、うん、料理にチャレンジしていけたらなって思ってまして、で、はい、そのなんか新しいことを始めるタイミングとしても今年はすごいいいっていうのをお聞きしましたので、うんうん、あの花嫁修行ですね写真ないの写真 ありますかね、お願いいたします。ちょっと3枚ぐらいありますかね。あったんだ、はい、よかった、あります。これですか。あ、かわいい、ちゃんと作ってますから。伊達巻き違うんだね、残念ながらあの既製品でしたこちらで精一杯でした、2つで花ちゃんらしい、はい、料理始めました大事だよね、はい、もともと作ってはいるんですけども、凝ったものはあんまり作ってなかったので、ちょっと凝ったものを今年はねどんどんチャレンジしていけたらと思います。はい、はい、かわいいということでございまして、はい、まあ、役者としてもね、うん、今年はすごいいろんなことを、うん、あ、そう、こちらお花なんですけど、うん、私昔からあの生け花をやっていたこともありまして、素敵、すごい素敵。あ、まあ、あのお花自体はちょっとあの既製品というか、うん、あのセットで買われてるやつなんですけど、あ、よくあるね、うん、あの切ったりとか既製品で切ったりとかは全部自分で、はい、形も自分で考えて、うん、作りました今年は、うん、はい、なので、古いものも大切にしながら、はい、新しいものにもチャレンジしていきたいなと思っております。はい、そしてですね、うん、今年私、すでに2月ですね、出演舞台が決まりました。はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ということでございまして、はい、こちらですね、はい、ちょっと今プチ出演情報ということなので、うん、詳細がちょっとまた後日なんですけども、はい、演劇ユニットリトルブレイバーさんですね、はい、あなたが目撃者という作品に出演が決定しました。はい、はい、ありがとうございます。公演日がですね、2月の21日から25日となっておりまして、はい、荻窪劇場の方でこちら行われます。うん、
はい、実はこちらですね、自分からこうアクションして、うんうん、出たいですっていうのをお声掛けさせていただいて、うん、本当に全く知らない主催の方だったんですけども、うん、心よくぜひ出演してくださいということで、うん、よかったね、そうなんですよ、お声掛けをいただきまして、うん、すごいドキドキしながら、うん、お声掛けをさせていただいたんですけど、はい、温かくこう迎えてくださって、うん、演じ始めなのでぜひぜひいらしていただけたらなと思います。私は、はい、B 班ですね、うん、の欄にちょっと名前があるんですけど、はい、出演になるのでどういった役なのかということもこれからインスタに載っけていこうと思うので、はい、チェックしていただけたらと思います。はい、はい、お願いいたします。またちょっと実は3月にも決まっているので、はい、ちょっと情報解禁をお待ちください。はい、ということで、はい、花ちゃんのインスタをチェックしてください。よろしくお願いいたします。はい、ということでお願いします。はい、続きまして、私の方はですね、はい、もう毎度おなじみとなっております、うん、舞台生きる、はい、これはですね、うん、本当に素晴らしい舞台で私のライフワークの一つとなっている舞台です、うん、劇団懺悔主催で、はい、生きるというのは舞台生きる介護って入れていただくと、うん、ホームページもたどり着くと思います、うん、生きるってなんかちょっともう一つ黒澤明監督の生きるの舞台が、はい、公演されたことがあるので、うん、お間違いないようにチェックしていただけたらと思います、はい、2月3日土曜日日暮里サニーホールにて、昼夜2回公演となっております、こちらですね、昨年より元おにゃんこクラブの新田恵里さんが、はい、登壇されてお話をしてくださるんですけれども、はい、どんなお話かっていうと、うん、この舞台自体が、はい、十数年前に、京都の伏見であった、うん、本当にあった事件を舞台化しています。そしてですね、はい、介護、高齢化社会、認知症、うん、この3点セットってその時からずっと問題とされていて、うん、今も変わらず、うん、またこうやって震災とかがありますと受け入れ先とかがとても大変だっていうのをニュースで目にします、はい、なので今一度この生きるをご覧いただけたらと思っています、はい、どういうふうに対処しようとかどういうふうに対策しようってなってからだとすごくなんて言うんだろうな、選択方法が狭まるわけではないんですけれども、うん、事前に知っておくことでもしかしてっていう備えがきっとできるんじゃないかなと思うんですよね、はい、なので豪華キャストで今度山口くんと武田くんさんたちも出演しますし、うん、はい、もちろん演出も山口さんがされているので、うん、もう初めは面白く楽しくもう笑いがいっぱい散りばめられていて、うん、こう飽きずに見られる工夫がされています。で後半は本当にあったお話なのでやっぱりちょっと胸が痛くなるようなシーンもあるんですけれども、うん、介護をねやっぱりされてきたご経験のある方はちょっと終始辛かったっておっしゃる方もいらっしゃいます、うん、でもそれでもやっぱり娘さんと見れてよかったとか、うん、いろいろな今までお声をいただいておりますのでぜひご覧いただけたらと思います。今こちらに表示されている QR コードからですね、はい、チェックしていただければご覧いただけますので、チケットの申し込みですね、はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、そして、はいはい、番組冒頭でもまたお知らせしておりましたけれども震災今チャリティーイベントの方を出演をいくつか依頼を受けておりまして、うん、はい、そのうちのまずお一つフライヤーから紹介させていただきたいと思います、はい、お花さんというところの主催で、うん、はい、チャリティーアートフェス、うん、この渡辺空さんという方がすごく素敵な美容師でもいらっしゃるんですけれども、はい、着物のドレス、はい、着物の素材を切らずにドレスにされるっていうので、はい、でそれでファッションショーとかをされてるんですね、うん、で私が日本舞踊をするので、はい、主催の方がぜひご紹介したいですって言っていただいて、うん、それでこのチャリティーフェスがもともと決まってたんですけれども、うん、急遽出演することが決まりました、うん、本当ご縁でありがとうございます。渡辺空さんと板倉さん、このお花の代表の板倉美希さんとお二人のこのいろいろトークがありまして、その合間にショーですとかこういったパフォーマンスをご覧いただける形となっております、はい、2月10日の土曜日、会場が13時20分、そして開演が13時40分、終了が16時
4時半ですね、16時30分となっております、はい、場所はスクエアエバラという会議室で行われております、うん、プチギフト付きで参加費が3000円、こちらもあのチャリティーに寄付させていただきますので、うん、皆さん応援のほどよろしくお願い申し上げます。そしてですね、はい、まだまだございます、はい、やっぱりアーティストとして取り組めることって今私に何ができるかって言ったらパフォーマンスなんですよね、うん、はい、そこであの舞踊の方であのいろいろこういった形でチャリティーに参加していきます。もう一つ目、インスタの方からご紹介させていただきたいと思います、はい、こちらのチャリティーイベント、もうなんかねすごく素敵な方々とこうやって舞台を共にさせていただくことがまず光栄だなと思っております、うん、主催の皆さん本当にありがとうございます、大山俊吾さん、はい、元格闘家の大山俊吾さんとあと純子さんご夫妻、そしてですねもうとにかく豪華ゲストなんです、はい、あの今 TikTok ですごいバズっている山崎匠さん、はい、そしてあのこう自身のストーリーをオペラにされる、はい、古市義雄さんとあと香取貴信さん、はい、そしてですねあの新橋に行って応援をする、はい、浅妻久美さんですね、そしてミノワマンさん、ミノワマンさんは本当に現地にあの被災された方々にこう支援を送るときにライブ配信で盛り上げてくださった方なんですが、あとは文字をあのいろいろ書かれる杉浦誠二さん、そしてバレエダンサーの西浦和弘さん、うん、そしてですね、角張幸恵さんという方はこの右端、右上の方なんですけれども、はい、ハーモニーで世界平和を歌っている方で、うん、はい、そして、斉藤、はい、大輔さん、そしてですね、うん、メイさん、あのピアノの上に座ってる素敵なドレスのお写真ありますけど、うん、はい、彼女ねこうやって、ひっくり返ってピアノ弾いたりとか、バランスボールでピアノを弾いたりとか、もう本当に即興ですごいいろんな素敵な音楽弾かれたり、あの即興でこう掛け合いであの打ち合わせなしに、あのいろんな有名な曲を弾かれたりとか、そういったライブパフォーマンスもされてる方です。で私もあの踊りの方であのこう演奏の方とかと一緒にやらせていただきます、うん、言っちゃおうかな言っちゃおうかな、メイさんとあとは斉藤大輔さんとコラボすることが決まっておりますので、うん、ぜひよろしくお願いいたします。今実はですね本当におかげさまであのリアル会場の方がもう満席となっておりまして、うん、ただあのオンラインはまだございます。オンラインはご参加いただけて、うん、そしてアーカイブも後日お送りするということでしたので、うん、ぜひ応援していただけたらと思います、はい、当日はですね2月、本番当日は2月16日の18時半、開演会場が6時からとなっております、はい、18時からとなっております。でもあのアーカイブで後ほどご覧いただけますし、あと石川県と富山県の方は無料でご視聴いただけますので、うん、ぜひお願いいたします。こちらの QR コードから、はい、お申し込みいただけますのでお願いいたします、はい、ちょっと スワイプをしていただけるともう実はですね先に、うん、あの電撃ネットワークの南波さんがこうオレンジのところですごい目立って分かりやすいと思うんですけど、うん、大山さんとか皆さんと一緒に、うん、有志の方々とあの大山さんとお花さんの先ほど あのチャリティーイベントのお花さんの声掛けで、はい、もう私たち100円ショップで ネックウォーマーとかいろいろ買い集めて、うん、それをもう現地に送ったんですね、うん、でずっともう被災あってすぐ動いてくださったチームジャパンさんがいらっしゃって、うん、本当に現地でこういうものが今欲しいですっていうお声掛けいただいて、そこにも直接送ってるんです、うん、なので、先ほどの3000円も全て寄付させていただきます。私たち1円も取りません。チームジャパンさんに寄付をして、そこから皆さんに必要なところに必要なものが行くようにあの支援させていただきます。この時も10万円ぐらい確か集まったのかな、うん、みんなのちょっとずつの本当に気持ちが、うん、あの皆さんをね助けることができるかもしれません、うん、はい、あのお気持ちで結構ですので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでした、はい、あとね、うん、もう一点最近ね、はい、YouTube をねサボりすぎなんですよねやっとね1個だけあげたの、それが去年の3月の。でもあの、うん、こういった形で今いろいろあげてるんですけれども、はい、あのはい、昔のが出てきています、うん、鳥越あずり FM は皆さんに先ほどアーカイブからご覧いただければいいかと思うんですけれども、うん、はい、そうじゃないちょっとオフショットの部分を、うん、はい、こう長回しで撮ってまして、うん、いつもそこのところをこうちょっと
ご紹介というか、番組の裏側とおすすめトピックっていう形でご紹介しているので、ぜひ私の YouTube もフォローしていただけたら嬉しいです。はい、波江みちこと検索していただいても出るんですけれども、一応頑張って QR コードも作ってみましたので、よかったらスクショして、はい、そこから飛んでいただけたらと思います。はい、YouTube チャンネルはこちらから、こちらか、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、ということで、あっという間の1時間でした。はい、本当にあの、ね、今でも震災で、うん、あの被害に遭われた方々、うん、あの本当にもうすぐに動かれて現地の様子をこう送ってくださる動画っていうのが、うん、あの日々届いています。うん、本当に崩壊しているところもあったり、ちょっと残ってらっしゃるご自宅があったり、うん、今ブルーシートが足りないって言ってたら、ちょっとね、あの悪徳じゃないんですけど高く売られてるところがあったりとかもされてます。また改めて、はい、こちらでもあの募集しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。アズーリーのこちらの番組からもあの寄付を募っております。ゆうちょの方から、08018ですね、あの店名検索、あの入力していただいて、普通講座、こちらですね、ご覧いただけますでしょうか。はい、斜めになってる。はい、はい、あれ、こんな感じで大丈夫。はい、9629349、はい、こちら普通講座となっております。はい、そしてですね、ゆうちょ同士の場合は10180-9692-3491、はい、こちら募集しておりますのでよろしくお願いいたします。あれ、斜めになっちゃう。押しとけばいいのね。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、今日も楽しく、そして、はい、はい、和やかに進めてまいりましたけれども、うん、はい、今年も1年よろしくお願いいたします。また来週、あ、来週じゃない、来月第3水曜日お会いできたらと思います。はい、ということで、俳優の波江みちこと、波江みちこと花本みなみでした。ありがとうございました。今日もいい1日をお過ごしください。ありがとうございます。